の人工学で食ってんな。頑張ってあれしないの、俺かぶりつけを頑張って私もかぶりつけたから、こんな上品なことしねえよ何のための挟んでるんだよって話よ。だから私も今日口周りぐっちゃってなるつもりで今日のまま、いいそれで映んないじゃん俺だけは映るけど食べてる姿ね動画で伝えるの本当でもね汚く食ってる時もあるから俺でそこも全部カットして綺麗なところ綺麗っつうか綺麗っつうかかぶりつくとこだけなるべく、あとミーとかなる時あるからミーとか具材がミーとかなる時あるそれもカットして、ミーはやっぱりダメじゃん。ミーはシェイクシャックですげえチーズたっぷり入ってて、チーズがすげえこう伸びて それを俺残すかカットするかすげえ迷った。チーズがミーってなるのが美味しそうって思う人と汚ねって思う人と分かれんじゃん、伸びるチーズが、うん、でもこんだけチーズ入ってんだっていう感じは伝わるからどうしようと思ったけど、結局やっぱりカットしたミーは、うん、ミーいいと思うけどね。でもまあどうなんだろう、いろんな人がいるからすぐミーを使うんだね、すぐ俺のミーをすぐに使うんだね俺のミーをそうそう、うん、すぐ使っていくんだね、使っていくんだねミーを、ね、いやその対応の速さがやっぱ必要だもんね、まあ、大人になると得たものをすぐに使って吐き出していくっていうね、順応性適応能力やっぱ必要だよねそれって。ありがとうなんでミーだけどこんなそうだね、そんなに身大事なポイントじゃない、そんな重要なポイントじゃないよね、もっと他にあるよね、身よりも気にしなくちゃいけないことが、なんだよなんかね、え何話せばいいか分かんない、話してんだよ今ずっとだいぶ喋ってる、今30分ぐらいになってるけど、ほんと並んで、うん、だいぶ私遠慮して話してない、なんでだよ話せよ、恥ずかしくて、なんでだよ恥ずかしかったら身とか言うねん全然恥ずかしがってねえじゃん、ミーって使える時点でそんなに恥ずかしがってないよ、そうか、うん、まあ、まあそうだな、ね、やっぱり、うん、あ食いてるの、みんなでもフォークとナイフで食うと思う、私も同じこと思う、うん、なんでだろうが、なんだろう、なんで六本木だからみんな上品なの、俺ガバッとかぶりついちゃうよね、こんなフォークとナイフなんかで食わないよ、確かに手で食べてもいない、なんで掴みにくいの、手で食っちゃダメだ、あチーズとかが滑るのかな、ツルツル、あ挟んでる具によってはアボカドとかツルツル滑るからね、うん、あと全部乗せしてる人いないの、全部乗せ、あの人行くよ、かぶるよかぶるよ、あいたいた、そうそう、ああやって食わないとね、でもあの挟む袋がついてねえな、あ兄ちゃん見てるで、カバーしてくれる、だから後ろから出ちゃうんじゃない、ミーってミーって後ろからミーって、ミーがだからミーがやばいからみんなフォークとナイフ作ってくる、チーズ以外にも使えるいろんな場所で使える便利な単語だからね、ミーは多分ケツからミーって出るの、あの兄ちゃんミーと出ないじゃん、ほらほらミーとほらミーと食べてる姿をじっと見たら入り口の方に添えたくないね、できれば奥の方に添えたい、2人でこうやって見て、あの人ミーって出てるとか、もう俺ミーを探しちゃうもんなって、もうミーを磨きましょう、で入り口側にはやっぱ見られる感じがするよね、人から外から意識して食べないと、うん、そう特にミーはね気をつけないと、ね、あの兄ちゃんみたいになっちゃうからね、私絶対ミーってなるわなるでしょ、なるなる、そんなに笑う？絶対にってなるよね、後ろから、いただきます、肉がうまい、肉が、この動画はハイドチャンネルがお送りしました。